パニユス・アングレイ1750から1780。パニエとは、下着、ファウンデーションの一種。18世紀に、ヨーロッパでドレスなどのスカートを美しい形に広がらせるため、その下に着用したのが始まりである。現在も形は異なるもののアンダースカートとして、ウェディングドレスやワンピースを膨らませる用途で用いられている。十六世紀に流行したスペイン発祥のベルチュガ団が、 起源と言われるスカートを膨らませるスタイルは17世紀に一時衰退するものの18世紀に復活しイギリスからフランスの宮廷に伝わった。鳥かごに形状が似ているためフランスではパニエと呼ばれるようになった。当時はコルセットで上半身を締め付ける一方パニエでスカートを膨らませることにより上半身の細さを強調するスタイルが流行した。 当初パニエは木や藤の後にクジラヒゲの円形の枠を何段かに分け、木綿、毛絹、絹などの布地に縫い込んで作った円錐形のものであった。しかしカビを起草に従い膨らみを増すようになり、不自由さを軽減するために前後へは広がらなくなる。一方で左右へと拡大しだ円を連ねた釣り金形になった。結果として重量が増したためパニエは左右に分割され、 日常用としては小型のものが着用されるようになった。二つに分割されたものはパニエドゥブルと呼ばれた。パニエはあらゆる階級で流行し、フランスではフランス革命まで宮廷では着用が義務付けられた。非支配階級の身につけるものは実用的な質素な作りのものであった。またドイツでは家事承人女性のパニエの着用は禁止され、 違反者は罰せられた。身体的な動作の制限が伴うにもかかわらず、人工的な装飾を伴ったスカートの拡大は、当時の性的な本さえの批判も、相まって風刺や批判の対象となった。18世紀半ばには、ドレスの簡素化が進み、ロココ文化から新古典主義へ移行に伴い、シュミーズドレスが流行の主流になると、パニエは、 コルセットと共に一時衰退した。主な着用理由としては同じくスカートの下に履く。ランチェリーのペチコートのように、スカートの生地から体のラインが見えないようにするためでもある。しかし、ペチコートよりも型がしっかりとしており、最大の機能はあくまでも、スカートを膨らませることにある。しばしば、ペチコートと混同されて使われるが、後者に要求されるのは滑りを良くする機能であり、 全くの別物と言える。スカートを鳥かごやドーム型にするために竹やワイヤーなどで骨組みを作り、硬い素材で大きく膨らませる。生地に針のある河川のチュールなどの傘を増しやすい素材を使い、ギャザーで縫い縮めて一層膨らみを出して骨組みを覆う。裏地には厚手の肌触りの良いものを選び、座った時など表地が肌に触れるごわごわ感を軽減して、 履き心地を良くする。短いスカートの中に履くものなど、ある程度見えることを想定した場合には、裾回りに、飾り用のレースやフリル、リボンなどがあしらわれていることもある。色のバリエーションは、市販品のウェディングドレス向けの白が主流であったが、コスチューム用に多様化している。またコムデギャルソンは2015年のパニエそのものを、ドレスとして用いるデザインにより、 ファウンデーションの分類から踏み出した。一般的には、ウェディングドレスの膨らんだ長いスカートに使用することで知られている。海外のドレスは16世紀以降、バッスルやクリノリンでスカートを膨らませており、パニエに比べるとはるかにボリュームがあり、シルエットもはっきりと表現できることから、現在でも稀に使われる。しかし、それらはパニエよりも重量があり、 活動的ではないという不利点がある。日常での着用例としては、ロリータファッションなどもともとパニエを入れて膨らませる、前提ないしは広がるスカートとの着用例が増え、腰をかがめた時などに、裾端が見える点を意識して、レースやフリルなどをあしらったものがある。これを装飾目的のペチコートのように、スカートの裾から少し見せる着こなしは、上級者向けとされる。 またドレススカートに比べ短いスカートに着用する場合は段差等で下着が見えるのを防ぐためにパニエの下にさらにドロワーズという大きなブルマーのようなものを履くドリータファッションのイベント運営団体等では覗きや盗撮対策にドロワーズやそれに近いインナーを必ず着用することを奨励している近年パニエの知名度は上がってきており アメリカンカジュアルな服装のジーンズの上などに、オーバースカート感覚で履くのも流行した。また、モード系などのクラシックな服装のスカートの下に、履いたり、フェアリー系ファッションでは、オーバースカートとして、裏地のついたパニエを着用する場合も増えている。これらの服装の場合もやはり前日のドロワーズのように、下に、スパッツやタイツがコーディネートされる。ありがとうございます。